おはようございまますす9月24日日火曜日朝6時の相場解説になります今ご覧いただいているのが1時間軸で昨日の続きで、ね、改めてレンジを引いておきますけどもこことここにレンジを引きましたよねで今下の方に、まあ、ブレイクとは言わないんですけども飛び出たような形になっています今日はこれがですね日本市場に入ってきて下落になるのかどうかってことを見ていきます で下落が起きた暁にはセルでエントリーするのはまあもちろんなんですけども全体的に1時間がね下落に転換して4時間も下落になってそして1日足も下落をはっきりと指すような形になるかどうかこれも合わせて見ていきたいかなと思いますそれではいつも通りデイリーから見ていきますねはいこれが冷やしなんですけども昨日は陰線が確定されました で、今日は陰線ができ始めているとこです。それまでずっと登ってきたものが赤い移動平均線にぶつかって、全体の下落トレンドも相まって、下に向かうかなっていうとこですよね。まあ、おおむね下に向かうだろうなというふうには思いますけども、まだエントリーするほどに確信は強くありませんから、もうちょっとだけ様子を見ていきます。で、リスクの取れる方はもうね、午前中にでもセルを切っていいと思いますね。では、4時間の方を見ていきますね。 4時間はセカンダリートレンドです。下落の続く中で瞬間的な上昇が起きてます。これがいつまで続くのかなと。ヒゲがたくさん出たこの辺りがもう行動の限界点で、ここから徐々に下の方向に向かっていくんではなかろうか。そして今、ここに示されている値動きがライムの移動平均線を破って、赤い移動平均線も破って、青い平均線も破って、下落に転ずると、 4時間もいよいよねトレンドの方向に戻ってセカンダリートレンドが終わりっていう形になりますそこも今日は見ていきましょうってことですねで改めて1時間の方に視線を移していきますけどもさあ単純に言ってこのヒゲを抜けたらセルの始まりじゃないかなっていうふうに思うとこですで今寝動きこのあたりですから移動平均線にぶつかって この値動きがね <laughs>、すいません。下の方にこれから向かっていくんではなかろうかっていうところで、下落起きるのかっていうふうに、固唾をのんで見守っているところです。こことここがね、てっぺんになるような可能性はあります。そしてそれをさらに値を押すように、上引きがここに到達してますね。こういうふうなゾーンが引けるかと思うんですけども。だからここを天井にして、上昇の流れが今度下落に。 転じるのかなどうかなっていうふうに見てるとこですね。今日注目の点は、とりあえず、そんなとこです。それではまた、後ほどお会いしましょう。